何か置いていったね。これは何を意味するの？取りに行って大丈夫？黒いクレヨンのメモ。古びたメモ。さらわれた人はトンネルの向こうへ連れて行かれるって書いてある。トンネル目指すのか。多分そういうことですよね。トンネルの向こう。トンネルの向こう。どこ？ どこですかね。この辺かな。この辺ちょっと見てないですもんね。不十分というか、探索が。ちょっとあの辺り行ってみようか。こっちっぽいよね。なんだか。この子は大丈夫。オッケーオッケー。そっか、ここ公園か。公園っていうか、なんていうの、公園ではないか、黒板消し。公園というか、お姉さんとね。え？ 学校によくある黒板消し。確かにね、誰か持ってきたみたいな感じか。変わった瓶。不思議な形の瓶。色とか形とか、中のビー玉が涼しげで綺麗。お気に入り。いやー、宝物見つけたね。で、もう一回マップ見よう。多分ね、こっちでいいかなーって思ってます。勝手に。へへへへへへ。恐ろしいもの拾ったよ。やべえじゃん、マーク。地面に埋まってた誰かさん。寂しそうなのでこっそり連れてきた。ホラーマン感があるね。わかんないですね。ホラーマンって結構いいやつだからね。何を言ってるんだろう。 何言ってんだろう。一応、中間取ろうか。でもこっちの方行ってないから多分こっちじゃないかなって思うんですよね。多分この道路って、あの道路だよね。最初の、ポロが引かれてしまった車にね。多分、この辺りで繋がってるんじゃないかな。この子は大丈夫。この子は大丈夫。トンネルですねー。ここじゃないかなー。なんだ、なんか今、一瞬見えたよね。おもちゃの骨。骨の形をした犬用のおもちゃ。ポロの宝物かー。これは？ほら、霧が深い。先へ進むのはやめとこう。これは？ほら。あれ？お姉ちゃんのお守りがかすかに光ってる。古びたお守りをかざしてみる？うん。わ、輝いてるよ。あー、来てる。どういうこと？どういうこと？どういうこと？そういうことか。かざしていけばいいってこと？こんにちは。事故？なんかバトル始まった。じゃあ今のうちに行っちゃおう。オッケーオッケー。さて、また広そうだね。一応チェックしましょう。ちなみに、もう何エリアなのか分かんないね。分かんない感じだけど。
もう明らかにマップ外だからね。ただどこに行けばいいのかよく分かってませんが、まあ、行けるとこ突き進んでいこう。出てきたよ。一応チェック入れよう。ただ敵は出そうですね。鳥居くぐっていくか。この先にお姉ちゃんが。あ、来てる来てる。こういうことじゃない？ですよね。この炎は魂的な感じかな。多分祠を見つけてはって感じだろうね。オッケーオッケー。10円玉ありがとうございます。いただきます。ここにあるね。あー、間に合うか間に合うか。よかったよかった。祠の位置を把握しないとやばい。来てるよ来てるよ来てるよ。どこにあるどこにある。あったあったあった。間に合って。この小刻みダッシュがね結構対応できるので。どういうこと。あった。つっかえてる。危ない。こっちは。いやー結構ありがたいねこれは。オッケー。では先に行きましょうか。祠の位置を把握したい。さあかわして。いや待って、なんか一緒についてきてる。気をつけて。むずくない今の。難しくない。すげえ怖いんだけど、すげえ怖いんだけど。よかった間に合った。待って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 、おいで。引きつけたかった引きつけたかったけど、でもね逃げ方はなんとなく分かりました。やっぱねこれが良かったんじゃないかなと。むしろ引きつける。ああここにあったんだね。大丈夫かな。まだなんかありそうな気がする。マジ。はい。オッケー。はい。はい。間に合ってー。あぶねー。もうないよね。もうないよね。大丈夫？大丈夫？あ、もうちょいな感じがする。境内？違う？これはもう全速力でこれで OK じゃない？さあ上に行きましょう。お姉ちゃん、お姉ちゃんいた？いたかい？あ、いる。お姉ちゃん。うわーうわ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 。ボス的な感じですかね。
さすがに戦いそうな気がする。うわー、えぐいなー。えぐいですね。どうすんの？これは？あ、隠れることができるんだ。あー、そういうことか。これをやってくんだね。近くね。どちらかというとあの手にやられないことを考えた方がいいので、そこを工夫しながらって感じだね。 OK、 一旦隠れよう。あの手が遠ざかったタイミングで行くって感じだ。 OK です。いける？いける？ちょっとその位置やだな、その位置やだな。あー、しまったー、しまったー。今気の迷いがこれだけつけたい。 OK、 一旦上戻るよ。六芒星的な感じですかね。あ、ちょっと焦ったかな。危ない。遠ざかったのを見て、ちょっとこれは隠れましょうか。これついてる？危ない。ついてるね。近い、すごい近かった今。あ、ちょっとこの辺まずいかも。一旦戻りたい。多分下の方じゃないかな。スターチェックしてないですよね。うわくん固まってるよ。え、なになに、すげえスタンバってんだけど。ちょっと、ちょっといけないよそれ。怖い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 ですよね。素直にね、道なりに行こうかなと思います。なんだかんだね、これが一番適してると思ったんです。さあ、結構ギリギリの戦いが続いてるけど、多分あと1個かな。やっぱ最後に残しちゃってるね。あ、今誰もいない、誰もいない。行きます。これでどうだ。いなくなった。お姉ちゃん？お姉ちゃん？お姉ちゃん、死なないでお姉ちゃん。お姉ちゃん大丈夫？私探しに来たの。お家に帰ろう。お姉ちゃん怖かった。怖かったよー。
そりゃ怖いよ。寂しかったよ、お姉ちゃん。一緒に帰ろう。
さあ、ということで夜回り実況プレイいかがでしたでしょうか。ポロは死んでしまったけど、お姉さんとは再会できたって感じですね。トンネルは何かの境界線のようなものなのではないかなと個人的には解釈してみようかなと思っております。あとは他の登場人物ですね、まあ、倒れている人は出てきたりはしておりましたが、が出てこなかったり、最後の左目が弾け飛んだり、そのあたりも含めていろいろな解釈ができそうで、考えてみるのも一つって感じではないでしょうか。同じ開発のホタルの日記でもね、言えることではあるんですが、相当やられましたね。多分ね、何回やられたら取れる実績みたいなやつも今回も取っちゃったんじゃないかなと思いますね。そしてやっぱりホタルの日記をね、実況していた頃ね、もうやられながら進めてたような気がしたんですが、あの感覚をね、なんか思い出させてくれると言いますか、そんな感覚でも楽しむことができました。そして発売されてますね、新夜回り。そして繰り返しになりますが、同じ開発であるロゼと黄昏の古城ですね。こちらも機会があれば遊んでみたいなぁとは考えております。ということで、長々とお話ししていてもあれですので、この辺りで締めたいかなと思います。また他の作品や次回作などでお会いいたしましょう。お疲れ様です。